こんばんは。それでは今夜も家事商人トルネルコの大冒険、前回の続きからやっていきましょう。で、いきなりですけれども、これ何名ですかね。91人対36人。ちょっとやってみましょう。今この辺りからちょっとサナランに向かおうと思ってたんですけど、かなりいい面白そうな戦い遭遇したんで行ってみましょうか。どういう戦いでしょうか。騎兵がほとんどいないな。 After me! どこで迎え撃とうか。敵は約3倍。とことん引いて、この辺りにしようかな。騎兵も待機。それがしが少し減らしてくる。追いはぎ91名か。おお、これが91名。一人。二人。こんだけ密集してればさすがに当たる。全弾命中。これで何名か減らした。ちょっとこの戦いを音楽がないのが寂しいな。なんでだろう。お、音楽出てきた。よし、騎兵突撃。騎兵はちょっと生き残る可能性が少ないわ。歩兵一応移動。騎兵も一応移動。さあみんな頑張ろう。どうなるかな。だいぶ数は減らした。フォーク。騎兵撃ってくれてる？大丈夫？追いはぎ退却してるね。兵の質で勝てるか。やっぱり勝てるんだな。すごい。逃げるものは任せてちょうだい。まだ逃げてなかったな。逃げてるものと逃げてないものがいる。逃げてない？逃げてなかった。勝利ですね。いやー、2倍以上の敵にもやっぱり相手が追い上げだったらもう勝てるんですね。これアリア？アリア。頑張った。みんな頑張った。味方まあ結構やられたけれども、価値ある勝利だ。はい、では改めて
こんばんは。家事商人トルネルコの大冒険ですね。前回の続きからやっていきましょうか。前回はこのアスカベリハル城周辺で砂族を討伐していたところでした。で、今回は前回お伝えした通り、ここのリカロンに向かって、南帝国御用達の雇われ商人になっていきたいと思います。で、それでのんびり100万デナル目指していきましょう。このままだと行商プレイ続けていくと、ただ本当にぐるぐる回って物売ったり買ったりするだけのプレイになっちゃうんで、雇われのキャラバン隊対象になってきましょう。じゃあ向かいますね。サナラで少しバイバイしてきます。サオネパ？エピクラテはサオネパ？サネオパ？250でなるか。これまた南帝国に向かっている途中、行商をウランジャ地方でやってたんですけれども、100名ですね。追いはぎ100名。すごいな。味方も相当増えてますけれども、砂族に捕らえられてた部隊と、またウランジアの農民ですね。Follow me! もうキャラバンじゃないっすね。軍勢ですね。さあ、追いはぎの舞台どこから来るんでしょうか。見えた。で、騎兵は側面から攻撃しよう。しこう。頼む、あとは。どうなるかな。勝てるとは思いますが。いやー、追いはぎ100名圧巻だったが、やはりこの鍛えられまくったドラゴンクエストキャラバン隊にはかなわなかった。追いはぎ100名ってもう盗賊団のような感じですけどね。追いはぎ23名捕虜。歩兵総兵か。よし、ではまた行商続けながら南帝国に戻っていきましょう。ゴー。さあ、これもまた面白いですね。74名対119名。相手の主力はほとんど海賊です。どうなるか。ちょっと騎兵を突っ込ませると被害が多いので、歩兵と旧兵で行きましょうか。お、騎兵突っ込んでくるな。
ゴン、歩兵は突っ込ませましょう。あ、やっぱり騎兵の被害が多い。一旦下がらせる騎兵。よし、歩兵突撃。騎兵は続いてくれ。よし、歩兵と騎兵が、あ、歩兵と相手の歩兵がぶつかった後、攻めに移る騎兵。さあどう？これでいける？騎兵の指揮が難しいっすね。先に突っ込ませると負けちゃうしな。お、待って、一人奮戦してるやつがいる。OK。よし、勝利ですね。うわ、味方も結構やられた。21名か。やむを得ない被害ですね。捕虜しかいないか。残念。まあ、なんとか撃破ですね。で、今度こそ戻りましょうか。南帝国の領土に。またいるな、海賊。あ、もういいか。さあ、懐かしの訓練場を通り越して、もう盗賊の隠れが、ラタゴスの隠れがなくなってますね。リカロンに到着です。こちらにはですね、この成長した、ファシードくんがいるんですよ。兄弟勢揃い。ってとこかな。アリアさん。あ、ファシードは見れないか。ファシードくん。バラディール。そしてティラさんはもうお亡くなりになってますね。では朝を待って、会ってきましょう。ファシードくんに。白エク。いるぞ。ドラゴンクエスト。気高い南帝国。お、ラガエアさん。南帝国の支配者ですか。こいつは、なんという容器。容器と言っていいのか。こう、なんと言うんでしょうか。怪しい雰囲気持ってますね。魅力が高そうだ。ユートロピオス。君かね、ファシードくん。ちょっと待ってよ。このファシードくん弟だよな。ナジュンは、まあ、なんか似てなくもないけど。これ、似てる？本当に兄弟。イケメンすぎでしょ。ファシードくん。ファシードくん、ちょっと話を聞いてみましょう。知らない人だね。平穏あれ。おお、なんとかっこいい。美少年だな。知らない人だねっていうのは、まあ、冗談でしょう。ドラゴンクエストのファシード。お名前を存じておりますと当然でしょう。クランでのあなたの役割について、役割を新しく、お気になさらず、お話ししたいことがある。私の舞台に参加してほしい。よし、ナイスファシード。
ファシードはすでになんかもうさっきも見た通りいい装備を持ってそうなんで、いやーラガイア女帝すげえな。あ、また蹴ってしまった。あ、そうだ、ラガイア女帝に話を聞いてきましょうか。なんか話がきっとあると思うんだ。あれ？ファシードどうした？キャプテン。いや、なんでもないぞ。ラガイア殿。おー、かっこいいなぁ。おー、私はトルネルコ。私はラガイア、カルラディアの正当なる女王、リカロンの領主。名前を聞いたことがある人々はあなたの行いを噂している。やっとお会いできて光栄です。ペンドラクの戦いについて教えてもらえますか？私は戦闘に立ち会っていませんが、夫のアレニコスはそのことをよく話していた。ラガヤさん。おー。魅力がマックスだ、やっぱり。やっぱりそうでしょう。なんか怪しい魅力持ってますからね。帝国の南の三分の一は殺された皇帝の妻であったラガヤが支配している。彼女にとって政治は個人的なもの。すべての男性は自分の家族が持っている力を継承することを望んでおる。もしあなたがアレニコスを愛していたならば、彼の相続人の権利を支持する。アレニコスは確かに愛されていた。果てしなく続く争いや内戦は、王があるいは必要であれば王妃がなければ克服できないと考えるカルラディア人もいる。年齢50歳か。友好関係、敵対関係。メスイ殿。お亡くなりになってる。彼は皇帝から信頼されていた指揮官の一人だった。彼はネレゼスの敗北への進軍を止めることはできなかったが、なんとかこの惨状から何かを救い出した。スタルジア人が我々のバリケードを越えてきたとき、彼はネレゼスの衛兵の一団をなんとか裏に導いた。私の夫は小さな部隊を結成し、ラフゴ社や逃亡者が加わった。あの人は行進を話してくれました。食料もなく水も残り少ない中、敵の先駆けの先を行くために昼夜を問わず行進した。しかし彼らは生き残った。唯一の組織化された帝国軍として。何が起こったのかの噂を聞き、都市はパニック状態。あれにこそは事態が混乱に陥るのを防いだ。元老院が次の皇帝を選ぶ時が来た時、それがあの人であるべきだと疑いの余地がなかった。私は一人の男性として以前からあの人を愛していた。が、その日もっと何か別のものとして愛することを学んだのです。あの日とはカルラディアの民衆への神からの授かり物だったのだと。そうですか。スチャッと、また、椅子に座りましたね。では、我らトルネルコキャラバン隊の前に、どうでしょう。ファーシードくん。ちょっと。君いくつだったっけ？年齢18歳。ちょっとなんか小さいな。お姉さんと比べて。馬を貸してあげよう、後で。で、ファーシードくん？全然強くない。今から育ってくれるんでしょうか。これは大将。さっきこの辺りに諸侯がいたので、アバリトス殿に話を聞いていきましょう。お、ここにオロスが来るな。オロスさん。近いな。お前は何者だ、トルネルコ。我が名はオロス。帝国の広告より今この時に至るまで最も誉れ高き家紋の一つ。メストリガロスが一員だ。
戦争状態にない、ダメっすね。それじゃあ私たち西帝国に行っちゃいますよ。大将二つ稼働中。アミタティらへん行ってこようかな。